はい、皆さん、こんにちは。タクノミクルーヴの奥です。ということで、今回の動画はですね、家でも居酒屋メニューが食べたいって思ってる方非常に多いんじゃないでしょうか。ということで、今回はですね、人気居酒屋チェーン店のメニューを再現してみようということで、鳥貴族のですね、山芋鉄板焼きの再現に挑戦していきたいと思います。ということで、鳥貴族で提供される山芋鉄板焼きってリニューアルされているようでございまして、今回再現させていただくのはリニューアル前のもの。僕が学生時代ね、週1、週2ぐらいで鳥貴族に通っていた時の懐かし私の山芋鉄板焼き、こちらをね再現させていただこうと思います。さあ、ということで、どんな美味しい山芋鉄板焼きができるんでしょうか。早速やっていきましょう。それでは早速調理開始。それではやっていきましょう。まずはこちらの長芋を 300g すりおろします。 300g、 だいたいこれぐらいですかね。よいしょ、おぴったり 300g です。で、こちらの皮を剥いて、で、こちらすりおろします。で、この長芋 300g で作ると3人前ぐらいの結構多い分量ができるので、1人で食べる場合はね、もっと少なくても全然大丈夫です。そしてタコ、こちらを 50g ぐらい、これぐらいかな。で、こちらをみじん切りにします。こんなもんでいいかな。そして味付けにはですね、3倍濃縮のめんつゆを小さじ2、そしてだしの素小さじ1、だいたい 4g ぐらいですね。で、こちらを混ぜ合わせます。よし、これで準備 OK。 ちなみに今回はですね、入れた粉末の出汁がカツオ出汁だったんで、昆布つゆを使ったんですけれども、こちら全然カツオ出汁のめんつゆでも大丈夫です。そしたらあとはこちらを焼くだけでございますね。めちゃくちゃ簡単でしょ。そして今回は本格的にスキレットを使って焼いていきます。で、サラダ油をちょろっと引いて火にかけて、そして鉄板が温まってきたら山芋を入れていきます。そしたら山芋を焼いてる間に海苔を切っておきましょう。もうね、海苔は簡単にこんな感じで適当に折り曲げてあげて、で、こんな感じでハサミで切ってあげるだけで全然大丈夫です。ということで、そろそろ良さそうなので火を止めて、そして仕上げにマヨネーズで海苔を散らして、そして最後にうずらの卵を落として、さあ、ということで完成です。いやー、どうでしょう。こちらが山芋の鉄板焼きでございます。味付けに使ったのはめんつゆとだしの素だけというめちゃくちゃ簡単なレシピなんですけれども、これがトロトロで美味しいんです。いや、これは間違いなくビール進みますよね。うーん、早く食べたい。さあ、ということで、めちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあ、ということで完成いたしましたので、早速食べていきましょう。いただきます。いや、見てよ、このビジュアルすごいでしょ。やっぱこれを見るとね、鳥貴族思い出しますよね。まあ確かにね、焼き鳥もいいんですけれども、この山芋鉄板焼きをね、必ず頼むって方はね、非常に多いと思います。これがね、家で作れるんですよ。それじゃあこんな感じでね、よいしょ。いや、うまそうですね。いただきます。これめちゃくちゃうまい。いや、この山芋とめんつゆの組み合わせ、そしてそこにタコのね、食感と出汁がね、加わって、そしてさらにね、一番嬉しいのはこの下にあるおこげですよ。このおこげがね、ちょっと香ばしい風味を醸し出してくれて、めちゃくちゃ美味しいです。見て見て、こんな感じでね、おこげができてるんですよ。うまい、
うまいうまいうまい。そしてこのうずらの卵を割って、この割ったうずらの卵をね、まんべんなく広げないとね、鳥貴族とかだと大人数で食べてることが多いと思うんですけども、そういう時にね、ちょっと喧嘩になるっていうね、おいお前ちゃんと卵広げろよみたいな感じに、ね、なったりしたことを経験ある方も多いんじゃないでしょうか。もしかしたら俺だけかもしれないですけどね。これをね、広げてあげて、うまい。このまたね、卵黄のコクもね、相まってめちゃくちゃうまいですね。そして海苔の風味とね、マヨネーズの味もいいね。めちゃくちゃうまい。さあ、ということで今回も美味しくできましたということで、ここいらでビールの方も飲んでいきたいと思います。ということで今日のおビールでございます。リニューアル前の山芋鉄板焼きときましたら、これで決まり、じゃん、キリン淡麗でございます。それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。くー、たまんねー。いやー、タンレーうまいですね。今回作った山芋の鉄板焼きがリニューアル前のものだったということで、お酒の方もね、今の金麦のリニューアル前の淡麗をチョイスさせていただきました。昔はね、中ジョッキがキリンの一番絞りで、大ジョッキがですね、この淡麗大だったんですよね。僕としては鳥貴族といえばね、金麦ではなく学生時代に浴びるほど飲んだ淡麗大なんですよ。なんでね、こちらの淡麗の方がちょっと思い入れが強くね、ちょっとエモい感じがしたので、こちらの淡麗大を選ばせていただきました。またね、この、今回ね、ちょっと残念なことに札幌のグラスになっちゃったんですけども、実家にね、宅飲み用にね、キリンのゴツゴツしたグラス、これがね6個ぐらいあったんで持ってこようかなと思ったんですけど、今こういう状況だったんでちょっと持ってこれなかったんで、今回はこちらの札幌のグラスで乾杯させていただきました。あー、うまいね。やっぱね、ジョッキで飲むとね、雰囲気出ますよね。やっぱね、家でもジョッキで飲むとね、また居酒屋感が出てね、かなりいいと思いますね。あー、うまっ。めちゃめちゃうまいよこれ、ほんとに。いやー、これビール進みすぎるわ。いや、マジほんとね、山芋鉄板焼きはね、ビールに合いすぎる。いや、作り方はめちゃくちゃ簡単なんですけども、これが家で食べられるってすごいね、なんか贅沢感味わえますよ。よいしょ。やばい。やっぱね、久しぶりにジョッキで飲んだんですけれども、やっぱり家でジョッキで飲むのいいですね。なんか普段グラスだったり缶そのままだったり、そういう飲み方が多いんですけれども、このジョッキで飲むとね、なんか居酒屋で飲んでるなとか、ビール飲んでるなって感じがすごいしてね、なんか家の中なんですけれども、心がなんかウキウキワクワクしてくるんですよね。で、こういったグラスはですね、メルカリだったりヤフオクだったりにも売ってるので、皆さんね、ごひいきのラベルが入ったジョッキをぜひ探していただいて、家でも居酒屋感が味わえてワクワク宅飲みできますので、皆さんもぜひ試していただけたらと思います。いいね、ちょっと飲みすぎちゃいそうだな。そしてこの鉄板焼きがうまいのよ。そして、ね、最後にこのお焦げのところをこそぎ取ってあげると、ここがまたうまいんですよ、香ばしくてね。いや、これがうめえんだ。香ばしくてうまい。あー、うまかった。さあ、ということで完食です。いやー、めちゃくちゃうまかった。皆さんね、これすごい作り方簡単ですし、マジでね、超最強の酒のつまみになるんで、ぜひぜひ作ってみてください。まあ、山芋がね、若干高いかなと思うんですけれども、山芋をすりおろしてね、めんつゆ入れて、だしの素を入れるだけで味が決まるんでね、皆さんもぜひ試していただけたらと思います。そしてね、やっぱりこのビールを飲むならジョッキですね。このジョッキでグッと飲むとね、すごいワクワクしますし、なんか居酒屋で飲んでるなって感じがしてね、めちゃくちゃ楽しく飲めると思うんで、皆さんもね、ごひいきのブランドをロゴが入った
ったジョッキを探して、それで宅飲みするとね、より一層宅飲み楽しくなると思いますので、ぜひこちらも試していただけたらと思います。さあ、ということでこちらのチャンネルではビールにはおつまみだったり自作ラーメンだったりどんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけでもう竹菜ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借、よーありがとうございました。